新潟県出身中学3年生のベルちゃんことイソベルアです。よろしくお願いします。明けおめみんな明けおめなり。明けましておめでとうございます。すごいみんな来てくれた、ありがとうみんなありがとうございます。明けおめですね。明けましたね。餅何個食べた？ごめん、まだ餅というものを食べておらず今日は昨日に引き続きお鍋を食べました。何鍋って聞かれる方がいると思うんですけど、本当に普通の鍋です普通に野菜とお肉とみたいなやつです。で、あのごまをやってごまをたくさん入れて食べました。元旦から可愛くて安心した、ありがとう。昨日の先輩方の年越し配信見ました。年越しの瞬間見てないんですけど0時1分くらいに見ました。はい。で、年越しの瞬間私は軽くジャンプしましたね。でもなんかいつもキャーキャー騒いでるのに、今日はなんか今年は全然なんか年越し感がなくて、本当にあ年越したなって感じでした秋山ら新幹線なこれから日本武道館までプロレス見に、あプロレスなんですね今日は。いってらっしゃい皆さん何かしましたか年越しの瞬間は。3兄弟でジャンプする、いやそんなことはないですね。川越さんや古澤さんの焼きそば美味しそうでしたねそうですね。あとなんか神社にも行ったらしくてですね、その写真を見てすごく楽しそうだなというふうに思いました。0時00分前に落ちてしまった。あそうなんだね、寝たのか。寝てましたね、まあでも年越したから何かって言っても何もないもんね。わかる、最近はそういう考えです。今日0時になった瞬間もまめとって早速返信したから、これからはウェルワールドになれるように頑張ります。ありがとうございます。返信見ましてよ、ありがとうね。で、昨日はカウントダウン TV を見ました。ずっと全部5時まで見ました。ゆあちゃん寒いんだったら黒の子来たら、え全然寒くないよ大丈夫です。あきおめー、ラスの絵を描いてたら年が明けていた、ありがとうあきおめだみんな。カウントダウン TVとても面白かった。私歌が好きです。紅白を一回も見ませんでした。明けめメール2時46分届きました。あそんなに遅かったの、結構早く書いたつもりだったんだけど届きが遅かった。ちかなさん実家から配信してたよね。そうですよね、わかりますよ。公式の新年のメッセージ見て、わありがとうございます。あれか色紙か、色紙たくさん書いて、そうあの色紙ホームページ見たらわかると思うんですけど、その色紙すごくあのカラフルにしましただからルアがすごく埋め立ってしまいますあれぜひゲットしてもらいたい。みんなにもお年玉もらった、12月31日にあのおばあちゃんとかからいただきました。年を越してない、年を越す前にいただきましたね。15回目でやっとるわしって、お本当にありがとう。あのホームページさ、上にスクロールしたら更新されるってしてた、それともさ一回出してあダメだダメだダメだって一回のページ消してまたあれですか開いてますか。なんか知ってた、なんだ普通にホームページそのまま上にスクロールすればさ、上にパンっていったらさ、くるくるくるって回ってすぐポンって変わるんですよ。
あれルアの出率、ルアが出る率が低くなってますね、あれ絶対。ルア全然出ないんだもん。ユキちゃんめっちゃ出る。知りませんでした本当に。ちょっとやってみて今度。勉強になりました。およかったです。私も最近勉強になった。ホームページの色紙、鈴木リリカちゃんだけは30回多分出てこんかった。あ、本当に私3回くらい出てきた。本当にやっぱり確率なのかな。足ありがとう。いえいえ。低いよね。なかなかコンプできなかった。そうだよね。私ゆきちゃんが何回も出たんだけど、みんなは違う。あ、そもちゃんが何回も出た。あ、そっか、じゃあ人によって違うんですね。スクロール技を知らなくて。うん、本当にぜひやってみてください。ルアシとナツキ氏は色合いが良かったね。あの最初はナツキちゃんの方が早く完成して、私はその完成作品を見て、そっから一から描き始めたんですけども、ナツキちゃんの作品を見て刺激をもらって、あ、私もこのくらい頑張らないとなと思って、まあそのクオリティ的には全然低いんですけど、まあ、色だけでもちょっと頑張ろうと思って頑張りました。モバメニシキシンのうさぎバージョンのベルボーみたいな。そうなんです、ベルボーにうさ耳をつけました。どうですか。ベルボーはいろんなところから出てくるので、ぜひこれからも楽しみにしててください。明けおめです、皆さん。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年はたくさんの方にイソベルアという名前を知ってもらい、そしてなんかたくさんあの皆さんの前に立ちたいです。なんだろうね、テレビとか出演できたらいいなって思ってます。おめでとうございます。明けおめです。ルアシの色紙目立ててよかった。お、やった、イエーイ。ユキちゃんもやつ、無やつっていうのこれ、無双。ユキちゃん無双でルアシがなかなか出なかったです。お、一緒じゃないですか。私もユキちゃんたくさん出た。あと12日後にはちかなさん誕生日で、あ、そうなんですね。盛大に祝おうと思います。あきおめルアシ、あきおめ、明けましておめでとうございます。こんにちは。年越しの瞬間はちょっと軽くジャンプしました。カウントダウン TV を見ながら年越ししました。あ、無双って言うんだね、ありがとう。これからに日本武道館にプロレスゴー、いってらっしゃい。ステイ軍団に落としたもん嫌ですね。わい、お嬢様よ。わい、わいですか。お嬢様なんですね。私もよろしくお願いします。いや、あのお風呂にずっと入りすぎてて、その11時とかね、11時とかずっとお風呂入ってて、で、あのお風呂で年越しそうになってちょっと焦ってお風呂上がりました。そしたらその NMB さんの NMB48 さんの隅野若菜さんがお風呂で年越ししたそうで、それがツイッターに出てて超面白かったです。やっぱり、うん、隅野若菜さんとかはすごい面白いツイートをよくしてるのでとても好きですね。あのおせちうまそうだな。そう、今日ね、あのおせちを食べるんですけど、今日おばあちゃん家に行くんですね。今日おばあちゃん家に行くので、その時におせちを持ってっておばあちゃんと一緒に食べたいと思います。1月のシアターくじ出たらルアちゃん特賞当てたい。嬉しい。ぜひ当ててください。5日公演当選しました。3期劇場は初めてましてなので楽しみです。嬉しい、待ってるね、ありがとう。ひなたさん TikTok ライブ、あ、そうですよね、私もさっきまであのひなたさん TikTok ライブ あのメイク配信を見たんですけど、すごいなんかご丁寧で、なんか使ってるやつもすごくお高そうで、あ、やっぱり
あれか、メイクは金だなと思いましたね。そう、だからちょっと私もあのなんか先輩方が使ってるやつをちょっと真似してみようと思います。早速冬休みの目標一つ達成だね。あれですね、あのそのおばあちゃん家行くこと分かってて、あの冬休みの目標書きました実は僕はつぐみさんと川越さんたちの配信を見てました。おお、そうなんですね。すごくあれですよね、つぐみさんの配信を見てたんですし、あのあれですね、あの写真ツイッターに載せる写真をつぐみさん選んでて、その選んでてそのねえどっちにしよう選べないっていうところが超可愛くて、もうスクショしまくりました。で川越さんたちの配信はもうとにかくあの画面にあの美女がたくさんいて湧き散らかしましたね。ふう、すごいみんなメールの内容来るねわからない人もいるからさ、ね、自分のモバメの返信はじめはルアシーハッピーニューイヤーメールでしたありがとうございます。メイクは金あと技術もそうです。技術もいやもうひなたさんビッグラブですねベルちゃんあきおめにあってあきおめあいんじゃない、あいんってえん、お年玉もらったかな。うん、ちょっともらいましたね、一部の方に。宿題が後ろの方に書いてあった。後ろの方じゃないです、なんかとりあえずポン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 書いてこうと思って、面白いかなと思って書いてみた。もっちゃのまぼめはうまく明け埋め開けましてであいうえを返した。あ、そうなんですね、あいうえを作文か、よくあるよね。私もよくさ、なんかガキ使であいうえを作文みたいなやつあるじゃないですか、最後の方に。だからそれ毎回楽しみにしてました。私でも貯金、うん貯金してあるここにえぇ、ー、何何何何嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい練習しすぎ。いやちょっと前ちょっとなんかこれでパシャッパシャッパシャーとか一つずつ決めながらやってみたんです、あの写真をね、前そういうものをいただいた時に、その時になんかいい写真、なんかあんまりいい顔してる写真があんまりなくて、だからちょっと今日その3倍くらい連写しましたなんか何かしらいい写真があるといいなって思ってます。え、嬉しい、ありがとうございます。可愛いポチ袋、はいそうです、可愛いポチ袋で、あとその中にはお守りも入ってました。私は合格お守りっていうのをもらいましたね、お年玉とともに。とても素敵なお守りなので私は大切にしたいと思います。待ってすごい、これは何、次これ何ですか。ちょっと私ごめん、あんまりよくわからないんだけどさ、もう一個タワーありがとうございます、嬉しい。よし、合格しますよね。そうですね、地味にあとちょっとなんです受験まであと数日なんですよ。
全然焦ってないけど。門松ありがとう、門松タワーありがとうございます。うん、門松って言えばいいのか。じゃじゃーん。これはあのファンの方からいただいたお花をあのねちょっと小分けにしてまとめたやつですね。私お花大好きなのでめっちゃ嬉しいんですよね。綺麗だよね。どうやって写真撮る。なんかもしだったら皆さんスクショしてほしいの。はい、チーズうれしい、ありがとうございます。本当に、まあ、元旦ということでね、まあ、お花も添えながら頑張っていきたいと思います。でもね、こうお花は大好きなんですけど種類が一個も分かりませんでして、何が何だろうっていう。これがでもカスミソウっていうのはちょっとサイレントで分かります。サイレントっていうドラマがねちょっと前にあったんですけど、もう終わっちゃったんですけど、そのドラマでこれがカスミソウということが分かりました。ルアシセンスいいなこれママシセレクトですママシがその私がねいただいたお花をちょっとママシに渡して、でママシがあのいろいろ調節してくれてやってくれましたやばい、私煽るの上達しちゃったかもしれない、ごめんなさいごめん、煽ってるつもりはないんだおしゃべり会再開されるのも今から楽しみだね。ラム楽しみだよ、めっちゃ楽しみ。1月14日だよね。だけどまだみこさんのさあの服買ってないからさ頑張らないといけない。スイートピーとガーベラピペリカム、スイートピーなんですか。あ、赤いスイートピーとかよく言ってるからこれかな、これだってガーベラはちょっとなんかこれっぽいですね、わからないけど。ママシに牛変しますので眠らないでくださいすやーってこれ好きです、私柔らかい色で。茎の太い濃いピンクと白っぽいのガーベラ、あ、これか、これ白じゃなくてめっちゃ薄ピンクなんですよね、すごい可愛いよね、嬉しい、はあ、素敵だ、大切にあれですね使わさせていただこうと思いますありがとうございました。よいしょ、簡単ということで、どうしよう、あ、貯金落とした、まあいいや。なんか私ね、なんか普通にケースみたいな仕切りのあるケースみたいなのを買って100均でね、それでそこになんかここは5なんか1円玉、ここは50円玉、ここは10円玉、ここは100円玉、500円玉みたいな、そういう仕切りを出してみたいなのをしております。なんかねこれは私本当にちっちゃい頃 YouTuber に憧れてて、その YouTuber さんが私と同じ同世代の YouTuber さんが大好きで、だから今私今高校1年生とか中3とか中1とかの方の YouTuber が大好きで、昔その方がずっとそれを紹介してるのを小5とかの時に見て、その時からずっとこのなんだ貯金の仕方をしていて、そうとても楽しいです。プレゼント、お花を大切にしてくれるベルワール民族は幸せだなお花大好き、マジなんか美しいんですよね、絶対何のお花でも大好きになります。華道部などいたらいろんなお花知ってる、あ、そうなの、華道部ってそうなんだ、あれ昨日なんかなんだっけ、なんか紅白なんかね TikTok で見たんだけど、昨日紅白かわからないけどなんかキツネダンス踊ってる方いませんでした、乃木坂さんでしたかな、
あと TikTok であのマシモカホさんがキツネダンスを踊ってましたね。いつか絶対お花プレゼントする。え、ありがとう。ルアシが使ってる100均アイテムいろいろ紹介しよう。え、100均アイテムか、意外とそんなないんだよね、うん、で、これはルアシ戻ってくれるってこと。え、私本当にキツネダンス分からなくて、あのマシモカホさんの踊ってる姿を初めて見ました。キツネダンス、娘がコロナ陽性と分かったのが今年は濃厚接触者でスタートです。本当に今分かったのかな。辛いね、それは。ゆっくり休んでください。くしゃみが出そうだけど出ないからやめとこう。あマジでマジで、もうくしゃみ出ないって最悪ですね。くしゃみ出なかったわ。あらら、ちょっと待って、水分補給させて。でででで、花粉症ですか。あ、それもあるね。秋読み、なんか今日私美女いいかもしれない。そうだよね、やっぱり。あ、お、あ、あお。花粉症かな。やば、ちょっと待って、これはやばい。ちょっと鼻ちょっと待って、鼻めっちゃ隣にいるんですけど大丈夫かな、これ花粉症だったりする。あ、なんか折れ曲がってる、大丈夫かな。あ、よかった。え、折り曲がっちゃった。え、どうした、急に元気をなくした。あ、オッケー、これにしとこう。そんなことある。え、ちょっとやだ、そう考えるとちょっと、もう鼻が痒くてしょうがなくなるからちょっとやめときます。なんかママにさっきこれあれです、あのココアなんですけど、なんか入れ、なんかお湯入れすぎちゃったかもしれないって言われたんだけど、そうでもなかったからよかったです。これはちなみに、なんだっけ、ルクルーゼですね。私の家族というかママがすごいルクルーゼが好きで、大好きです。私もめっちゃこのルクルーゼのね、コップやらなんやら大好きです。なお鍋とかさ。あきおめ、今年はキツネ同士でしたっけ。あ、そっか、今年はなんだっけ、ウサギか。ぴょんぴょぴょん、今日はルアシも楽しみにしてる格付けチェック。あ、格付けチェックって何時からだっけ、教えてほしい。え、去年が狐年同士だったの。分かんない、なんか巫女さんってさ大体さ狐年のやつかぶってるイメージあるんだけど、去年が狐年同士だったから自分年男です。おめでとうございます。私はイノシシ年ですね。私なんかつむじがちょっとここ見えないんですけど、つむじがここにあって、ここじゃないんですよ、つむじがここにあって、でここでイノシシだから、なんかルアは言うこと聞かなくなるよみたいなことを、あの生まれた時に言ってたそうです。この子はすごいことになるよみたいな。イノシシ同士でここにつむじだからみたいな、鬼みたいじゃないですか、そう言われてましたね。けど言うてそんな、でも変顔するとやばいやつでもありますが、変顔してますが、結構そんなやばい人にはなってないはずです。キツネってあないんだ。
なんだっけ、ねえうたつみきつねひうつじ、なんか猿なんちゃらかんちゃらみたいな。5時から9時、あ結構長いんですね、ありがとうございます。ね、あそっか、ねえ牛トラウタツミ馬羊猿鳥犬イみたいな。え違うっけ。違ったらごめんなさい。初笑いはここに決めたぞ。変顔して、えいいんですか、初笑いいただいちゃって。何がいいかな。じゃあさっきもう一回アインしますね。せーの、ありがとうございました。そんな歌あったよね。そうそう、それで私覚えてたんですけど、最初キツネじゃなくてワンちゃんにも見えたあ確かにね、確かにね、あここだけ見るとワンちゃんですね、完全に。確かに後ろが白だからあんまり白が分からない。まだ笑ってないぞ。なんで笑ってないの。じゃあもう諦めた新幹線で見るルアシのショールームも面白い。おやった、どこに見ても面白くなりたい。アブするだけ、ね、でしょ、すごいですから2023年はね、書き初め配信ね。なんかママはなんか書き初めもう今日する気満々だったらしいですねママ私今日書き初めする気満々らしくて、けど私今日しないって言っちゃったから今日しないよって言ったんですけど、書き初めいつかやりたいと思います。なんかママもうすでに半紙っていうの、半紙紙、もう紙をなんか用意したらしくて、買ってきたらしいです紙を。もうね気合い満々ですよね、完全に。あいいの絵文字ある、本当だ。次の変顔まだそんなやりたくないんだが2回もやった今日。ベルワールド鎖国するんですか。まあまあ出たかったら出ればいいんじゃないって感じですね。ルアちゃんにも興味持ったのある女の子のおかげ絶対分かったありがとうね。モバメンたくさん変顔ある、そうですね、モバメンは結構変顔しますね。初笑いはここに決めてしまったので変顔で笑わせてください。え何がいいの、変顔、いつものでいいじゃんじゃあこうやってまずはあの口をひねります。すごい画面がすごいことになった。なんかひねってこっからちょっと顎引いてで白目になって力を入れるとこうなりますいい1年になりそう、よかったよかったです、ありがとうございます。ハルチュの隠し撮りを阻止した顔めっちゃ笑ったこれは自主規制案件、そんなにやばかった。とりあえず笑ってないけどスクショした、あよかったです、スクショしたんだ出ればいいんじゃない、怖い初恐怖だってみんなあれでしょ、出ますって言って出ないでって言われるの待ってるだけでしょ絶対。ロアショー気になったきっかけはモバメとショールーム、嬉しい、なんか頑張ってる2つでさ気になってくれるのが嬉しいですね。もう私はもうメールとショールーム一番頑張ってるって思わないと生きていけないのでそう思ってます。一番俺私が頑張ってる思いたい。
早くシアターくじ引きたいね。早くあのおニューのシアターくじいつ出るんだろうって楽しみですね。ダイアンやって、ダイアンって何ですか。めっちゃ心読まれててくださってそんなすぐわかるよ猫カチューシャ、あのねこれ一応キツネのつもりなんです、ごめんなさい、ウサギ年なんですけど、ちょっとまあ元旦ということでちょっとキツネのカチューシャかぶらさせていただきました。ごめん、スクショのやつツイートしたから。え、本当にありがとう、宣伝してくれたら嬉しいな。劇場も頑張ってシワタの女神になってほしい、ありがとう。あの全力でダンス踊ってもなんだろうね、あのうん、やっぱり皆さんの心をつかめないなと思ったので、もう私は全力ダンスは諦めましただから普通にまあダンス頑張ろうって思いました。あんたは神様っすか。え、全然そんなことないですもう少しでフォロワー2000人だよね。嬉しい。なんかさ、配信してる時より配信してない時の方がフォロワー増えるの、なんでそれなんでなんだろうね前髪がお風呂上がりっぽい。いや聞いてください、あのなんだろう、なんかここにめっちゃあの保湿、なんか薬プラス保湿みたいな、弟が毎日使ってる保湿を塗ったんです。でもちろん前髪も上げたんですけど、もうあの6時間経ってもずっとこのまだなんだろうね、ほなんかなんだろうね、なんかクリーム塗ったばかりの肌でもうこうやってやるとなんかもうパタペタみたいになるんですよ。もうだから保湿しすぎじゃねみたいになって、でなんかそれになんか前髪もなんか保湿されてでこれ振りかけたんですけどダメだった、ちょっとそんなになってない。これ振りかけると元の前髪にも戻るんですよね。前髪に戻ってくれって感じなんだけど戻ってくれなそうだな。そんななんか辛い思いしたの劇場で。いやそんなことないけど、なんか一番良かったよっていう、なんかやっぱりみんな推しが一番良かったって思うじゃないですか。そういうそうなるだろうなって思って、やっぱり頑張っても無理だなって思ったのでハッシミ終わった後に面白かったなって誰かフォローするパターンかもね。ああね、配信してるときはそんなフォローすることを忘れていて配信が終わってから、あそういえばあんな子いたな、フォローしてみよっかみたいな感じですかね。嬉しい、それはめっちゃいいじゃん。その保湿クリーム知りたい。え、なんだろう、なんか普通になんかあれで薬局みたいに行って、うん、弟がすんごいんですよね、あの何にも肌が荒れてなくてすべすべなんですよね。保湿クリーム前髪に効くのか保湿してる時にちょっと前髪下ろしちゃった時に多分ついたんでしょうね。しかもラジオの配信でも格付けチェックしてほしいねえ、ちょっとなんかさ毎月1回やるとか言ったんだけどさ、ちょっとあんまりできなくて申し訳ないから、ちょっと今年こそは結構頑張るね。ワールドテスト今年もルアシを支えていきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。毎回名前変わってて面白いルアシといえば前髪と触覚よな、やったこれか自分の中ではずっとシアターのセンターです。嬉しいありがとう。いやつぐみさんにあの言葉言われて感動しました。なんかあれつぐみさんだっけ、なんかどの場所にいても見てくださる方はいるのでっていう、感動しましたね。ツイッターとか自分の配信でもルアちゃんの復帰を頑張るね。ありがとうね、嬉しいルアちゃんがいなければ NGT 応援しない。本当に嬉しい、やったジマ全力パフォーマンスで見つけたので少し寂しいです
いやあれなんか急に全然踊らなくなるとかじゃなくて、そのなんか24時間テレビとかめっちゃ頑張ったんですよ。もうなんかもう絶対ルアをおゆかさんのように踊って、もうルアが一番見ていただこうって思いながら踊ったんですけど、なんかね、まあそんな、もちろんなんだろうね、まあ、今まで通りには踊りますけど、そんな、なんだろう、なんか目立つダンスはしないというかちょっとわからないね、なんかさ、どう言えばいいんだろう、難しいな。最終的には画面から消えて声だけ必要、なんで配信終わるとフォローしますかとメッセージが出るのでそこでタップするのかも。え、そうなの、フォローしますかって出るんだ。返信は全力でお願いしますしてますね、全力で。うんうん、つぐのこ、つぐみさんの言葉ですぐルアシのことを思い浮かべてそれ私が恥じて知ってるからですよねあ、悲しいな。まだ24時間テレビの時はルアちゃんに気づけてなかった、ごめんよ嬉しい、でも今見つけてくれて嬉しいよ、私はとてもつもなく。昨日のセーラー服からもう忘れられないです、嬉しい。画面に近いとマジかわいい、じゃあ遠いとダメなんですね。いやそこまで深読みせんでも待ってしちゃう人なんだわコップ変えたの今日も間違って、あのね、今日はあれですね、あのココアでございます。してもありがとう、いいえロシアこれからね、努力してるの絶対気づいてもらえるから、ね、ありがとう嬉しい。ラブ溢れた、やった例えばリバー、リバーって言うんだっけ、リバイ元カレですね、モンハモとか将来的に踊ってみたいですか。あの私つぐみさん卒業公演見て思ってたんですけど、いやまだですよ、まだですよ、なんかこれやったらもう卒業嫌だって絶対言われると思うんですけど、もし私の卒業公演いつか来るじゃないですか、いつかね、その時になんかもしその自分で曲を選べるとしたら、あの全部あのガチダンス系を選択したいと思ってます。たくさん頑張って届いてますよ、なんかごめんね、え、全然ごめんね、こちらこそ、なんかここは家になかったからリボスティー飲んでるあーね、ネモハモとか絶対踊りたいし、モトカレですも絶対踊りたいですし、あと空き缶パンクも絶対踊りたいです。あのヤヒコさんが振り付けしたい、 あの空き缶パンク踊りたいですあれが超踊りたくてしょうがない。あと自然渋滞も絶対踊りたいです。あのガチダンス系がいいです、卒業公演は私はもしやるとしたら。あの時は全部フェンライト赤になりますようにね、嬉しいわ、それ考えただけ。なんかツインテール、最強ツインテールで私たち3期生が出た時になんかペンライト、私のじゃないんですけど、なんか他のピンク白じゃないペンライトの方が一瞬いて、あれと思いましたびっくりしちゃった
1秒早くルアシを見つけてれば楽しいなってなったのにだな、残念本当にそれ本当に言ってる？確かにガチなダンスルアさんが踊ってたらもっと目を引くかも。ありがとう。まださ、なんかガチダンスを見てもらえたことがなくてさ、もうTikTok 解説できたらさ、バンバンガチダンスとかさ投稿したいんだけどさ、まず動画を出せないじゃないですか皆さんに。だから動画とかみんなにやりたいね、早く発信したいなって思ってる、ずっと。あ、かかとを鳴らしても踊りたいな、あそこ好きなんです。なんか弾かせろおーおーおーが好きめっちゃダダ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 だから TikTok の下書きとかめっちゃある見せて、見せたいんだけどね。ダンス配信とかどうですか？だけどさ、もしかしたら著作権とかになるじゃないですか。全然アイドルの曲じゃないから。悩みどころですね公式には載せれないの。どうだろうね、載せれるかな。一人ダンスってあんまり見たことないの。あ、でもありますよね。あ、てててん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 。 TikTok 解説したらストックホーストよろしくお願いします。あ、ぜひ。だけど大体あれ踊ってる大体下書きにさ、私のダンスの動画いっぱいあるんだけどさ大体パジャマなんですよ全部載せれるわけない。しかもめっちゃ下からアングルとかでなんか適当に撮ってるんですよ。なんかダンスが見えればいいかなと思ってハロウィンコス着てたやで踊ったやつ、そう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 。テンテテンテテンテテ、マジパジャマなんだよね、本当に申し訳ない。だから絶対ストック全部あげれないし配信とチクタク、チクタクじゃない、チグハグなんですよそれ。チチチチチチ、今年はカラオケ配信でルアシのソロコンが見てみたいそうだよね、アイドルの曲か、できるかなそこは放出に備えた格好で収録お願いして、収録って言い方よ撮影じゃない、収録なんだ。ルアシの、違う、ルアシじゃない、ルアちゃんのダンスめっちゃ好き。やったー、ありがとう。こんにちは、お疲れ様です、お世話になっております。ありがとうございます、お世話になっております。本当だってセンター最安と横山、その子の推しの人だけが入るとベストなんだけど、ね、そうですね、うん、ベストですね、ベスト今超座大前屈みたいな状態になってます今あ、久しぶりに身体測定やりたいな。私反復横跳び、あの鬼早なんですよ。細かいステップ私得意で、まずはルアシの生誕祭あと4ヶ月。そうなんです、さっきなんか2時から配信だったじゃないですか、2時から配信なんだけど、なんかもう5分前に、始めて5分前に準備終わっちゃって
って。で生誕祭のことを考えたんですね、その1時55分に。で、あ、そういえば私って生誕祭本当にその当日に開けるのかなと思って、で調べてみたんです。あ、5月7日って何日なんだろうって。そしたらなんと日曜日だったんです。これはさ、可能性あるくない？もしかしたらその時に、その日当日に生誕祭ができる可能性があると思って、もうめっちゃ楽しみですね。もうする気満々ですよ、私生誕祭。マジする気満々だから。ロアシって NGT メン初の5月生まれ。そうなんです。やっほー、5月、私5月です。みんな、私サンキーがお披露目する前に5月生まれいないかなって言ってたから、いや私がいるってってずっと思いながら早く言いたくてしょうがなかったです。可能性しかないよね。そうだよね、やっぱりゴールデンウィーク明けかな。そう、日曜日はワンチャンできる、当日にもう休み入れる準備しなきゃ。5月7日です、私の誕生日5月7日です。よろしくお願いします皆さん。わからんけど、ちょっとわからんけどさ、まあする気満々ですので、まあ一応ね、もしその公演ができなかったとしても、まあルアシ生誕祭って感じで、まあ、キャッ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 ワー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 しようと思いますので、推しの誕生日は祝日なので毎年休みです。マジで12月4日ですか。カレンダー丸にしたよ、ありがとう。そんなすぐってあのそばにカレンダーあるんだね。ありがとう。その子に早めに行って分かってくれると助かります。そうですよね、本当にあのぜひよろしくお願いします。運営さん5月7日生誕祭お願いします。ロアシ誕生日は仕事休み。お、もうそんな先の仕事まで決まってるんだね。絶対行く、ありがとう。推しメンセットもやっとるロアシに書いて生誕当たる気満々です。え、はるかさん、はるかさんは、はるかさんはどうなんだろう。はるかさんのアバターだけど、前ん前夜祭と高夜祭とかもあるよね。え、あるの？わかんない。まあ、とりあえず配信でわー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 騒ぎたいとは思ってますね。え、だってさ、ゴールデンウィークってもう毎日毎日休みじゃないですか。で、その明けても休みじゃないですか。もうさ、ファイリービーボじゃないですか、もうイコール。もういいですね。でも7日が終わったらいつも通りの通常のね学校生活になると思うと。ね、思うと、はい、ちょっと憂鬱ですけど、ちゃんと両立はしますので。ありがとうございます。生誕ティー楽しみね。生誕ティー何がいいのかなと思って、あの変顔 T シャツはあります。すごいですよね、あれ。ファンの方がいただいたものです。 JK のゴールデンウィークはどんな感じから今から楽しみにしてる。え、それな、ちょっといろんなところに行ってみたいなとか思っちゃったり。え、ゴールデンウィークはゆいの出勤祭りで、本当に頑張ってね。ね、マジ生誕ってどうしよう。男女着れるやつどうしよっかな。どうしよっかな。2023年になったからツイッターの ID をルアちゃん仕様に変えたの。え、本当に嬉しい。見るね、後で。ギャルにはならせて。でもよくスタッフさんにルアちゃんの配信ギャルみたいみたいな、よく言われます。よく言われる。色決めたら楽しみだね。そう、私はでも今のところはあの青のやつがいいなと思ってる。青の T シャツ、
青ってでも着やすいなと思って、青か紺か、でもどうだろう、黒がいいかな。セーターで可愛くお願いしますって。やべえ、可愛くしないとだこれは。可愛くどうしようかな。みんななんか希望ありますか、色何々がいいみたいな。まあ、全員の希望には答えられない気がするんだけど、生誕祭当選したいのでもまめ箱は今からなぎ控えしますねって。ありがとうございます。文字は赤、いや赤か、赤はちょっとやばいかもしれない。赤に無理やりする必要ないなと思って、だって毎回だって生誕祭色変えたいなと思ってるし、無理やり赤にしなくてもいい気がするけど。どうしようかな。え、ルアシギャルじゃないんですかってギャルだと思われてた。あらまー、何枚買おうかなんて、そんな大量買いする気ですか。ありがとうございます。嬉しい。どうしようかね、本当に。生誕、何がいいかな。ロアちゃん描くイラストとか、それやばいことになるから、ちょっとやばいよ。キリッとしたベルボーデザイン、ああね、普段使いできる。でもあのなんだっけ、後ろは絶対あれですよね、16ですよね。嬉しい、もう嬉しい、ちょっとしかない。後ろ16って書いてあって、何がいいかな。ベルボーかテイか、どうしよう。でもなんか、タオルも決められるじゃないですか。あ、もう幸せだ。ちょっとこれはゆっくり考えさせてください。これはよろしくお願いします。背番号は30番まで続きような。嬉しい。プリント屋さんに NG 出さなければ、じゃあ変顔でもいいですか、私のプリント T シャツ変顔でも。それで T シャツ屋さんに NG 出るかもしれない、もしかしたら。変顔ダメですね。ワンポイントベルトとかわいい。そうだよね、ベルボー、ハラちゃんとかさ、そうだもんね、カエルだもんね。カエルピョコピョコビビューコピョコ、合わせてピョコピョコビビューコピョコ。センター祭でメンバーの髪型指定できるのは何の髪型したいですか。それぞれのメンバーのってこと。それはさ、何がいいんだろうね。その人に似合う髪型します。あ、君ポニーテールで、あ、君ちょっとお団子しようか、あ、君ちょっと高めツインテールでみたいな。なんか普段メンバーの皆さんが、メンバーの皆さんで3期がしてない髪型とか、もしセレクトできるならそういうのをセレクトしてみたいですね。ロアシが嬉しいとこっちも嬉しくなりますな。最高。ありがとう。楽しみだね。言うてあと4ヶ月、あっという間ですよね。だってさ、お披露目からこの年明けまであっという間ってことは、もうこっからもあっという間ですよ多分。なんて。カエルピョコピョコメンピョコピョコ。あざとかわいい。ラちゃんでお願いします。あざと天顔するならアザラシで。あ、ね、ハルチュのカエルをグッズ化したらどうします。そしたらもうベルボーもお願いしますって言いますね。ちょっと生誕祭楽しみじゃんよね。セットリストとかもし考えることができたら、もう絶対あのめっちゃ踊りたいですね。嬉しい。ディスプレイとかもスタフラもどうなるのか、ごめん、スタフラって何ですか。てかディスプレイって どの方が作ってくださってるんだろう。ごめん、いろいろ気になってしょうがないんだよね。まああと5分だし。ディスプレイ担当したい。できるんですか、すごい嬉しい。あ、スタンドフラワーなの。フラワー作ってくださるんですか。どなたが作ってるんだろう、ディスプレイって。
嬉しいね、楽しみだな。あ、生誕委員、あ、委員がいらっしゃるんですか。どうやってその委員は決まるんですか。立候補制ですか。スタンドフラワーの一部持ち帰ることができる。え、もう全部持ち帰りたいです。え、いいかな、全部持ち帰って。誰かのダメなのかな。巨大なベルボーボンフラワー、あ、いいですね。立候補なの。私委員やりたいですって。いるのか。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ツイッターで募集始まる。あ、そうなの。ええ、いないとかある。え、大丈夫かな。いらっしゃるかな。私の生誕を盛大に祝ってくださる方、どうなんだろう。いますように。え、すごい、でも楽しみにしてますね。ありがとうございます。それではちょっとスクショタイムをしたいと思います。ふ、一期生さんの卒業生方とはお話できましたか。もちろんできました。ほぼほとんどの方とできました。たくさんいる。あ、そうなんですね。ありがとうございます。嬉しい。可愛く撮ってください。T 軍団は冷たくされるとゾクゾクします。ゾクゾクって何。じゃあ新年ちょっと誰か見ない、編集お願いします。ちょっと編集お願いします。あ、ここに明けましておめでとうございますの編集お願いします。はい、明けまず、じゃあここにクラッカー設定 OK。 どうしようかな。ヒット、ヒットの顔しますね。うん、クラッカーと同じやないかいっていう、ね、これが、これがツリー、これクラッカーよくわかんねーってうさぎさん、お、OK。吹き出しで開きました、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いいかな。え、嬉しい、それにしてくれるの、ありがとう。うさぎやりますね。ほい、よいしょ、仕事増えるじゃん。簡単に。服がしましまだ。ありがとうございました。はい、それではスクショタイム終わりということで、壇上の方へお見せさせていただきたいと思います。お清め、お清め。13位てっちゃん氏、12位ランマ氏、11位春507氏、10位天使の分け前氏、9位バイケン氏、8位古川氏、7位アンデュー氏、6位カナリー氏、5位小川マ氏、4位マスオ氏、3位シューチャー氏、2位シホ氏、1位ルアスの元旦氏。ありがとうございます。ロスの簡単。毎回面白いですね、コメントが。タワーもね、ありがとうね、すごい素敵なタワーいただきました。ありがとうございました、すごく嬉しい。ベルちゃん可愛すぎです、ごめんね。そこに、そこに変顔入れて。はい、皆さん、じゃあ3時になった。あ、もう夜だ。わー、夜だ。もう夜だ。ああ、夜だ。よし、おばあちゃんち行ってきます。その前にもしかしたら初詣行けたら行きますね。レッツゴートゥーヘブンです。あの顔大丈夫かな。全然いいよ。あの、全然ツイッター、何でも、私フリー素材なので全然何でも、あれを自主規制しなくても大丈夫だよ。全然出してツイート。よし、格付け見るか。格付け見ながら初詣行って、そっからもうおばあちゃんちポーンって行ってきます。それではバイバー、ありがとうございました。ありがとうございました。